小10代のイベントのお礼をさせていただきます。32位からクッキーとチョコロリありがとうございます。わあ、ありがとうございます。たくさん嬉しい。最初はね、少しだけお話ししようかな。5人ぐらいを目標にイベントのお礼をねさせていただきます。よろしくお願いいたします。そうね、最初にね、名前をお呼びしときますね。タツヤピさん、ライトニング98さん、グリオティーヌさん、30位までの方なんですけど、この方々はもし歌ってほしいものがあれば、どのグループさんのやつで歌ってほしいとか、っていう中だったらこの曲がいいとかで言っていただけたら嬉しいです。他のグループさんになるとね、この中で歌える曲になってしまうので、ワープちゃんのね選曲になってしまうんですけど、STU だったら全然何でも OK です。考えておいてください。すごい、チョコポップもありがとうございます。わあ、サクさんありがとうございます。スキーさんありがとう、ラブスキーありがとうございます。花道さん、サボ子さんありがとうございます。たくさんのクッキーありがとう、嬉しい。 Thank you です。はじめまして、ありがとうございます。のぴちゃんです。今ねイベント中なので、ぜひお星様、キラキラ星やマテレポと、ショーゴールドを待ってるものがあれば、ぜひのぴちゃんにすべて全投資していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。キラボシヤコありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます、ホフちゃんさん、ありがとうございます。ゆるキャラ好きですよ、かわいいよね。浦部さん、のずみおごさん、まさひろさん、たかしさん、ありがとうございます。すごいたくさんのクッキー、みんなありがとう。アップの写真集が見たい、嬉しい。東京さんも、衣装ぼちさんも、衣装ぼちさんはのぴちゃんがいるから衣装ぼちじゃなくなるよ。クマも可愛いよね、わかる。なんかゆるキャラって言われた時に、どこまでがゆるキャラなのかがそうわからなかったりする時がある。カムイさんありがとうございます。そうか、クマもどこがゆるキャラになるのか、ということはカープボーヤもそうなのか。ねえ、フナッシーとかもゆるキャラなのかな。ねえ、クレイシのやつとかもゆるキャラ多いね、かわいいよね。こんばんは。なんか最近若い子の間で流行ってるって言われてる、なんだっけ、うんぽっちゃむって何か知ってる？なんかパンチウサギっているじゃないですか、それがみんな好きらしくて、なんかそれの進化版なのかな、ちょっとよくわからないんだけど、そう、なんかうんぽっちゃむと、なんかこいなんかぽっちゃまだっけ、ぽっちゃまは違う。ということはカープボーイじゃなくてスライリーの方がゆるキャラなのかな。ねえ、進化版わからない。なんか
どういう生き物なのかは分かんないけど、そう今のところ私ちいかわ以外分からないので、そう最近ねおばあちゃんうさぎもなんか少し知るようになりました。鉄越しさんありがとうございます。トリンさんありがとうございます。どうだろうね、あミラクマはね知ってますよこれはね黄色い鳥なんですけど、ねなんかみんなが流行りが終わってから自分の中で流行りだしたりするからね、いやあるあるですよね。昭和50年カバツユーションの時ちょっとミュートにしますね。物申したい方がね来ましたね。うん。イミリーさんの写真集ね棚の中にありました。はい、交換されてて、そうなのでねもうすでにありますセカンド写真集も。はい。確認したところありました、ゆみにさんの世界の写真集。イコルさんありがとうございます。剣道さんもありがとう。てなわけで達也ぴさん32から、長寿大のお礼をさせていただきます。よろしくお願いいたします。こんばんは。みっちゃんおいしいよね。みっちゃんでは行きまーす。達也ぴさんもしいらっしゃったら何の曲がいいかぜひリクエストしてください。G ライトニング983なのでもしよろしければぜひリクエストお願いします。ではまず達也ぴさんから。ありがとうございます。たつやぴさん Thank you very much。 ありがとう、本当に応援ありがとうございました。もしいらっしゃらない場合はマピーリクエストでねちょっと歌わせていただくんですけれども、たつやぴさんのご知り合いがいらっしゃる方はぜひお伝えよろしくお伝えください。あらたりん98さん次あるので何の曲にしようかなっていう風にちょっと考えておいてください。後ほどお聞きします。リクエスト曲ちょっとテープさんはねのピリクエストでいきます。得意な曲でお願いします。じゃあちょっと後で考えておきますねやばいやばいつやぴさんプレゼント皆さん楽しんでいきましょう。シュウビーさんチョコポポありがとうございます。いつもとは違う反対のホームからガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり窓の向こうには田園が広がる。
所でどんな想像しても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には夢に気づく者はいない。ぐつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。終着駅には僕以外いなかった。最初の反抗は空気がすがすがしい。一人でいるのは心細いけど新しい世界だ。始めるのは語っているだけより意味あることだと思う。目をつぶって憶測で語るが自分自身で確かめてみろ。頬に触れる風を感じながら深呼吸を一つする。現実に僕は立ち向かおう。その全てを受け入れて幸せとか不幸せは想像じゃ見分けつかない。次の電車は何時なのか忘れ物を思い出して、僕は何を今すべきかちゃんと街へ帰ろうって思う。もう誰も何も羨ましなんかない。独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ。僕の夢はもっと近くにある。ここまで来て気づいたんだ。独り言で語るくらいならば黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃ糸見つからないだろう。みんなが行くその目的地には夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。テープさん改めまして本当にありがとうございます。ありがとうございました。 Thank you です。それでは続いて、ライトニング98さん歌わせていただきます。パチ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 。ライトニング98さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとう。ではね、ちょっと得意な曲ということで頑張りますわ。嬉しい。皆、では
レトリン98さんありがとうございます。ちょっと待ってね。先にギフトのおりをさせていただきます。ね、たくさんの本当にクッキーなどオープンありがとうございました。ハートもありがとうございます。二重の星も電球です。ゲームハートもありがとう。チョコポップめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。本当にたくさんオープン見えました。ありがとうございました。だるまさんも嬉しいです。ありがとうございます。ハートも電球です。では早速もう買わせていただきます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。トニング98さん改めましてありがとうございます。夕日ですね。今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ。楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中を映しただろう。 Yes、 それなりの今日が終わり、すべてリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてること。本当にありがとうございます。ライトニングさん、この曲は三木星さんと一緒に踊っててめっちゃ楽しいなって思う曲です。人間関係は面倒だけど、一人では生きてゆけない。人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたり、いろいろとあったけど、いつも希望に満ちている。夕日が沈む空を見ているか、今を
受け入れること進むことを教えてくれる。失うことは何かをいつか必ず手に入れられることを。あたりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たちで、ちゃんと明日が来るまで、君は君らしく夢を見よう。沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、yeah。 それなりの今日が終わり、すべてリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ、君が君らしく生きてることを。タリン98さん、改めまして本当にありがとうございました。夕日を見ているかでした、ありがとう。続いて30位台ラスト、グリューティーヌさん、こんばんは、ありがとうね。もしよければ好きな曲、好きなホテ、他のねホテイトグループさんの中で歌ってほしいなーって、このグループさんのやつ歌ってほしいっていうものがあったらぜひ教えてください。あとシティーユだったら何でも歌えるので、ぜひ曲名を言っていただけたら嬉しいです。何かありますか。こんばんは、こんばんちゃん、ありがとうございます。グリオティーヌさん、ありがとうございます。グリオティーヌさん、ありがとうございます。皆さん、たくさんのオープンありがとうございました。ハートもありがとう。オープンも見えました。ありますか、グリオティーヌさん、もし歌ってほしいシティの曲とかがあれば歌います。にね、お礼をさせていただきます。ありがとうございます、グリューティーヌさん、改めまして本当に嬉しいです、ありがとうございます。 Thank you です。いらっしゃるので何もなければナピリクエストでちょっと歌わせていただきます。ビオラ弾いて、ビオラはまたちょっと違う楽器だからあれですね。ケーキの投票者さん、ありがとうございます。 Thank you です、本当に嬉しいです、ありがとうございます。そう、今回のイベントに関してはちょっと超重大のイベントの決勝はね、ちょっとね、いろんな方に応援していただいて、本当に特別なイベントとなったので、いつもはねスティーブ・ホテイト限定の楽曲でやっているんですけど、ちょっとね他のグループさんも少し受け付けておりますので、グリューティーヌさん本当にないですか。じゃあちょっとノーピリクエストでいきますね。ノーピリクエストの場合はちょっとスティーブ・ホさんの曲になってしまうんですけど、よろしいでしょうか。ヒロナスコさん、ありがとうございます。ネットファイブさんもありがとうございます。
そう普通だあの大体あのイベントの時だとあのタワーをもらった方へシティポテト限定のね曲をそうリクエストそれだけにしてるんですけど、今回の長州大のイベントは特別なので違うグループさんの曲も引き付けてあります、受け付けておりました、引き付けておりますなだよさんありがとうございます。こんばんは。ないですね。じゃあちょっとリクエストでいきます。にじるのおじありがとうございます。ありがとう、嬉しい。なるべくギフトなどは10連でいただけたらナプちゃんとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。で聴取材の時から本当にありがとうございます。ではいきます。グレーティーヌさんプレゼンツ、皆さん楽しんでいきましょう。僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に息が止まる。ああ夢の中友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が好きだ。星空をずっと眺めてるとそう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。グリューティーヌさん、改めまして本当にありがとうございます。ありがとう。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて
自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。グレディーさん本当にありがとうございました。ありがとうございます。ナラブさん、あのナラブさん、タワーありがとうございます。大好きタワーと、あの新しいなんか可愛いタワー、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこんなにたくさんタワーを、本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当に応援ありがとうございます。ありがたいです。あと皆さん本当にクッキーがめちゃめちゃ綺麗です。ありがとうございます。可愛いクッキー、クッキーシャワー可愛かったです。ありがとうございます。本当にナルブさんたくさんありがとうございます。ちょっとね、びっくりしましたありがとう。ではちょっとね、全体的に30代の方、30代じゃない30位代の方のにお礼をさせていただきます。全体的にね、30代の方だと、ね、年齢になっちゃうからナラブさんすごい、虹のお味もありがとうございます。グリューティーニさんもありがとう山口さんもありがとうございます。ちょっとやめてくださいそんなつもりはなかったええ、30代の方もありがとうございますまあでもいいね、なんか40代の方、50代の方活用していこう。面白いことがね、あったら。岩男子さんありがとうございます。100歳以上の方どうしよう。年齢に触れるのはやめときましょうねでは、ちょっとね、全体にお礼をさせていただくんですけれども、歌えるんですけど歌えるんですけど、曲がやばいどうしようあのちょっと違うグループもちろんありますのでね、うん、はい、じゃあどうしようどうしようこれは夏だもんなやばいやばい、めっちゃ夏曲だった今選んだのちょっとね、久しぶりにね、はい、サイレントマジョリティ
が溢れた交差点をどこへ行く。似たような服を着ていたような表情で、群れの中に紛れるように歩いてる。誰かと違うことに何をためらうのだろう。先行く人が振り返り列を乱すなと、ルールを解くけどその目は死んでいる。君は君らしく生きてく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は群れてても始まらない。イエスでいいのか、サイレンマジョリティ。各国の大統領が言っていた。声を上げない者たちは賛成していると。選べることが大事なんだ。人に任せるな。行動をしなければ脳と伝わらない。君は君らしくやりたいことをやるだけさ。ワンオブゼブになり下がるな。ここにいる人の数だけ道はある。自分の夢の方に歩けばいい。ミアフライドの鎖につながれたような、つまらない大人は置いてゆけ。さあ未来は君たちのためにある。ノーと言いなよ、サイレンマジョリティ。第10位台の方、本当にありがとうございます。誰かの後をついて行けば傷つかないけど、その群れがそいだとひとまとめにされる。君は君らしく生きていく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は群れてても始まらない。イエスでいいのか、サイレンマジョリティ。本当に30代の方、皆さんありがとうございました。そしてありがとうです。めちゃめちゃ、ありがとうございます。嬉しい。田辺さん的です。初のシャワーもありがとうございます。めっちゃ嬉しい。はい、ということでね、楽しい時間はあっという間で、もう本当に最後のお時間となってしまいましたので、ラスト1曲で終わりたいと思います。それではね、ちょっとギフトのお礼をねさせていただきます。浦野さこさん、めでたいさん、浜さん、シャーチャーさん、さん、ナミオンゴーさん、ナラブさん、本当にありがとうございます。ブルームーさん、ヨキさん、アイユエニさん、セリウスさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。皆さん、たくさんの本当にチョコロリポップも、あのハートの、クッキーも本当に嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。
キラキラ星もね、ありがとうございます。もし余ってるショコルとかありましたら、今のうちにぜひのびちゃんに全て投げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。なるべく10連で。そして本当にね、あの綺麗な束をありがとうございました。本当に嬉しいです。それでは最後の曲に参りたいと思います。気軽にしてみよう。3月3日待ってるよ。